こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっと息子と一緒にこちらのスーパーマリオ野球版 3D エーススタンダードを紹介したいと思います。以前にもですね、ジョージ石原野球版紹介してるんですけど、多分このタイプはこれですよね。このドラえもんの野球版と作り自体は近いような気はするんですけど、多分こういう人形が違ってるっていう感じだと思います。で、裏のパッケージっていうか、裏はこうなってます。ここら辺は多分ドラえもんのと同じだと思います。そして人形の種類がですね、結構今回多くなってると。めっちゃ多いな。多いね。ドラえもんの秘密道具みたいなのはないんですけど、ただこれちょっと面白いなと思ったのが、現在発売されている他のマリオのゲーム、こういうのにも、このフィギュアが付けられるみたいです。これはいいですよね。はい、あ、リンクシステムって書いてある。後でどんどん遊んでください。ということでですね、早速開封していきたいと思います。はい、では開けます。あ、なんだ。なんか落ちてきた。落ちてきたね。おお。すごいね、人形が。あ、ピーチおった。可愛い。可愛いね。中に入っていたものは。こちらの野球盤と、あとこちらのシールと、そして説明書。マリオのキャラクターのフィギュアが入っています。テレサ、やっぱり可愛いっすね。それはクリボーが可愛い。クリボー可愛いかな。あ、でもピーチにヨッシーは可愛いね。マリオもいいっすね。そして、あとこういったものと、こういったパーツと、スコアボードと、照明パーツ、ボールとバットです。ということで、早速、できました。こんな感じになります。でですね、シールはスコアボードのとこと、ここですね、ここと、こちらに貼りました。マリオとか、ヨッシーとか、ノコノコ、そしてピーチ。ただですね、こちらのテレサなんですけど、こんな感じでですね、鼻のところが汚れちゃってるんですよね。これがちょっと残念でした。そしてこちらのキノピオなんですけど、これが可愛いです。あ、そしてカチャの好きな綿クリボーです。うん、まあ、可愛いかな。でですね、バッター側のコントロールの方は、ドラえもんの野球盤と同じで、はい。これだけになってます。そしてピッチャー側の方なんですけど、これで、はい、これで投げれるようになります。これがコースで、こちらがフォークボールですね。消える魔球っていうんですかね。はい、こちらになってます。で、ボールは全部で6個あります。はい、では行きます。まずはストレートです。そして、あ、曲がりました。今のがカーブ、スライダー。今度はレバーをこっちにしていきます。シュートですね。もう一回。いいシュート、カミソリシュート。次はちょっとゆっくりいきます。おお、めちゃめちゃ変化する。そして、レバーをこっちにして、ゆっくり打つと、すごい変化。すごいですね。では次はですね、フォークボールいきます。これですね、消える魔球。じゃあいきますよ。最初から落としとくかな。あれちょっと待って。あ、いきましたね。そして、3D ですから、飛ぶボールです。ここをですね、ちょっと後ろ下げるんです。そして、思いっきり打つと、はい。飛んだっしょ。もう一回いきます。今ここに当たって跳ねたけどね。じゃあ、消える魔球の。じゃあ次、消える魔球いきますよ。はい、こんな感じ。すごいっしょ。あ、もうボールないんだ。ではですね、ちょっとバッティングしてみたいと思います。で、バッティングはもうこれだけなので、では打てるかどうかやってみます。で、投げてくれるのは息子です。あ、これアウト。アウトですね。え、これもアウト。あ、これはホームランだ。うおめっちゃ変化した。ではですね、今から息子と1イニングだけ試合してみたいと思います。ちょっと撮影のために、こちらのパーツ外してやります。カメラ、ここと、こっちです。で、ちょっと待ってください。1イニング勝負でいきます。普通にやったらさ、お父さん勝つの当たり前じゃん。なので、これ当然かっちゃんにハンデあげますんで。でも本気でやるからさ。あ、本気でやるからいい？よし、じゃあハンデなしね。では、お願いします。ストライク！ストライクや！ストライクや！そう！ここ入ったらストライクやからね。ファール。ボール。よー！三振や！マジで？はい、ワンアウトです。ファール。いやちょっと待って。あんたうまいやん。ツーストライクノーボールね。あちょっとツーアウトや。全然打てへん。ちょっと待って。いや、ストライクや。ちょっと待って。うまいな、マジで。いいよいいよ、打ってや。絶対打ってやるからな。よっしゃ！ツーベースヒット。で、ピノキオをなんか一回外してね。こうするんだって。で、こうなんだって。いくぜー！待って待って待って。はいはい、いいですよ。これヒットでしょ？ 2 個飛んできたけど、ヒット。ファール。ちょっと待って。あー、ストライクじゃない。ボールだよ。今ボールだよ。よっしゃ、ファールだよ。あー、ボール。ちょっと待って。今ボール2球だったからね。ボール2球。今打ったじゃん、これ、スリーベース。ランナー2人帰ってきたから。ちょっと待って、2点で2アウト。はい、では、お願いします。あー、ファール。三振です。ということで、チェンジです。私2点で、チェンジです。いくよ。アウト。ファール。はい。ヒット。はい。はい、じゃあ、ど真ん中ストレートね。はい。はい、じゃあ次は本当にど真ん中ストレートね。はい。三振やりました。じゃあお父さん次からもうど真ん中ストレートしか投げないから。本当にど真ん中ストレートしか投げないから。はい。お、これヒット。これでかっちゃん、ホームラン打ったら逆転だからね。ストレート、ど真ん中ストレートだけですから。いきます。はい。ファール。ど真ん中ストレートね。はい。アウトーゲームセットーお父さんの勝ち。なんでって言われてもかっちゃんもう一回延長する？ピッチャー連続投げしていいよ別に。いいね今のスライダー。これよくわからんからまあなしにしようか。はいどうぞ。これ試合にならないじゃない。はいいかがだったでしょうか。今回はこちらのスーパーマリオ野球版 3DS スタンダードを紹介してみました。はい、どうでした？やってみて。楽しかったわいそう、楽しかったわい。お父さんは？私はね、楽しかったわいわい。